意識的に動かすということがあまりなかったなというふうに思いました。で、実際に教えていただいたストレッチなどをして、これから素敵な姿勢を目指したいと思います。腹筋とかお尻の使い方、骨盤の正しい使い方を教えていただいたので、家でも実践してダンスに活かせるようにしていきたいと思います。